自分の達也もおるから部屋に置く。雑貨屋さんの店員さんに聞いた人知れずおしゃれなカフェに行く。俺らさ、あのバリの時もそうやけどさ、インスタとかそういうネットで調べんと現地の人に聞くスタイルやもんね。現地の人が一番いいとこ知ってる、うん、一番信用できる。ちょ、ほんま早い、危ない、ちょ、ほんまキモすぎやろ。どこ行ったん、ほんまどこ行ったん。そんな大海原見ながらリップ塗るやつおんねや。リコ、あ、おっ、楽しい。あどこも行かれへんくなってしまった。危ない危ない。風やばいって、リコ。風やばいって。風やばいって。風やばいって。無事にチャリ降りて教えてもらったところがここです。どこ、どれ、これかな。とりあえず行ってみよう。今から俺はボコボコされに行くんから、ヤンキーに。お前どこ。港のどこって言ってたから。すごいねんけど、知ってる人しか分からへんやん、地元の人が。でも見て、あそこにカフェって書いてる。ほんまや。あ、え、あ、あれ本当や。めっちゃすごい。え、かわいい。動画撮っていいか聞くわ。アポ取ってきて、じゃあちょっと行ってきます。行ってらっしゃい。あ、火曜日が毎週。ありがとうございます。やってなかった。え、やってなかった。定休日、定休日やった。帰ろかも、帰ろか、もうさ帰ろか。悲しい。カフェ来ました。最近のね、カフェはね、タイで頼むみたいです。甘いやつ食べる。甘いやつ、なんかおしゃれな、いらん甘いやつ。生ビール飲む。生ビールと、え、何にする。なんかあんまお腹空いてない、さっき食べたから。生甘いやつでお試しするね。あー、見せようか。結局や、俺はカフェ入ったのに生甘とビールだ。生ハム、え、チーズ嫌。いや、そう、めっちゃ仕方ない。生ハムで手を打とう。よっしゃ、じゃあ最高の旅行に乾杯です。あれの
ここにも滞在して1時間が経ちます。ここで2人で一生喋ってる。あ、一生喋ってんな。マジ一生喋ってる。恋愛についてとか。ディズニー行った時もさ、うん、なんか並んでる時にさ、後ろで、あ、そう、そう、気づいて、そうそう、気づいてくれとって、もう結構並んでな、3、40分並んで、最後の方に乗り物乗る前ぐらいに、花金カップルさんですよね、みたいな。俺らその時なんかもほんまアホみたいな、あのしっぺデコピンババチョップやってたよな。それやし、ジェスチャーゲームだから。ジェスチャーゲームとかやりながら並んでて、もうほんまアホ丸出しでやってて、いやもう仲が良さそうで、めっちゃ恥ずかしかったよな。やっちゃめっちゃ可愛いよ。もう可愛い。じゃあほんま、あの岩リコが上げてきていいな。俺全部担ぐわ、もう。もう全部動きが可愛いもんな。可愛い。頑張れ、頑張って、いける。あー、すごい。何の動画なんこれ。俺らがただ可愛い子を見るっていう。癒されるわ。いや、自分の子供絶対可愛いやろな。リコと達也の子供はマジで金太郎みたいな子が多分生まれてくる。リコマリ骨太やからさ、で達也も多分骨太やろ。マジで金太郎、巨大児しか生まれてこへん多分。あー、可愛い。頑張って。ちょ、行きたい、行っていい？いいよ、行ってき。行かれました。ここの大好きやからな。楽しそう。すごいいいとこやな、マジで。時間がゆっくり流れてます。そう、もうなんかもう寝そう。寝ようか。もう帰らんでいいやん、大阪。はい、帰りのね、電車に向かって歩いてる。今から江ノ電乗ってラーメン食べて帰りたいと思います。そうそう、あの今回のほんまにプライベートよなこれ。うん、マジで適当に撮ってた。マジでなんかもうボーンって乗せる。そうそう、ほぼ編集せんと。そう、ほんまに俺らが楽しかったっていう。ただただ楽しかったな。はい、江ノ電のとこ着いたんでね、帰るか。また来月も東京行きます。帰るまで遠足やからな。はい、集中して帰ろう。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。さよなら。さよなら。